なんかここの接触がすごい悪いんですか？悪いから、はい、あんま触らないで。ああ、わかりました。困っちゃう。浴衣でコインめっちゃコイン投げとく投げとくこれねこれすげえぶち選手さんは自分初めましてかもしれない。ぶち選手さん。はじめまして。はじめまして。はじめまして。お昼にね、こんなにこんなに。ああ、そうなんですか。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。ギノワンブリーズ水曜日担当のメグと、はい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本つやと言います、はい、よろしくお願いします。今日はおこがましいんですけれども、はい、おこがましいんですけども、はいはい、14日はせいやくんの、はい、そして19日今週末が私の誕生日ということで、わーギノワンブリーズ誕生日スペシャルスペシャルですよ。お届けします。はい、今日もね、もう浴衣で来ております来ておりますけども、今日も、はい、ギノワンにありますトロピカルビーチより放送しております、はい、トロピカルビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。こちらで放送しております。こちらですよ。売店の中で放送してます。 ありがとうございます。はい、今日ですね、誕生日スペシャルで浴衣でお届けをしております。はい、もうとってもね、もう水色で綺麗なんですよ。本当にメグさんもね、せいやくんも似合います。あの黒にしてめっちゃ似合う。そうですね、黒にして、そう、髪の毛黒にして落ち着いた感じで似合ってると言われて、絶対金髪だったら似合わへんかったですね、これはね。似てたと、うん、よかったです。せいやくん、今週月曜日だった。そうですね、自分は、ね、なんとね、21歳になりました。本当にもうありがとうございます。最近忙しそうだけど。そうなんですよね。何してたの？もう全然ね、全然誕生日っていう感じではなくて、うん、もうずっともうなんかいっぱいメールが来てたんですよ、うん、もう全然返せなくて、ほとんどしてて、はい、だからもうメグさんのね、うん、LINE とかもおめでとうって来たのも、うん、ちょっと遅れて返信したんですけども。忙しそうでした。もうね、はあ、あまり20歳が覚えてない。本当にあっという間って言っていいじゃないですか、本当に大人の人たちって、うん、本当だなと思います。うん、もうびっくり。ね、本当です、もう、ね。早い、もうこれ25とかも30とかなるんでしょ。怖いさ、もう本当にもう。20代一瞬だからね。25までには結婚したいんですけどね。どうかな、あと、あと4年ですよ。頑張る。はい、頑張ります、あと4年ね、本当にもう。ね、今週があの私たち水曜日担当の2人の誕生日ということなんで、はい、あ
誕生日なんですが、はい、もしリスナーの皆さん誕生日近い方がいればぜひ一緒に、ね、お祝いしましょう、はい、しましょう。ということで、今、はい、テーマは近々お誕生日の方教えてください。教えてください。誕生日とお名前、ニックネームでも大丈夫です、はい、教えてください。一緒にお祝いしましょう。一緒にお祝いしましょう、ね、で今日もメールたくさんお待ちしております、はい、ということでメールアドレスは 797@fmginowan.com 数字の 797@fmginowan.com です。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でも放送をお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページから一緒にラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリスラジで全国のラジオメニューから九州ギノワンをクリックしていただいて FM ギノワンで聞くことができます。ぜひお楽しみください。はい、それでは今日1曲目お届けしましょう。今日1曲目は最高かな、 AKB48 にします。はい、はい、誕生日の歌いいですね。なんか更新がここではニーハオメイグセントくんって、そしてハッピーバースデーって、セントくん今日は出先のためゆっくり聞けませんが、うん、ゆたしくです、メイグゆた、はい、浴衣かわいいねって、ありがとうございます。音楽もリクエストしたんですか。はい、なんかリクエストありますか。タガシジャカ、タガシジャカ、タガシジャカって何ですか。うちのタガシジャカ、タガシジャカって誰の歌。誰の歌？分からない。投稿者、投稿で、投稿者から。あ、今 FM ギノワの電波で流れてます。検索したら分かると思うんですよね。流してたからで、あの、ぜひ有名な奥さん。流してた。最近新曲流してる。YouTube でも流れてる。そうなんですか。いや、誰もこれないの。これ、もう絶対これだ。誰も分からない。分からない。有名で。いや、分からない。YouTube で流れてるんだ。そうなんですか。これ。だから知ってほしいのは、投稿とかするんですか、投稿で。そうですね、なんか、お便りとか、メールで募集してます。ターガシー、ペンネームターガシーじゃんかとね。さあ、よろしくお願いします。FM ギノワンで検索してください。FM ギノワンで検索してください。すげえことね。はい。何ターガシーじゃんかって。わからない。持ってない。面白そうな。あ、大塚健二さんもね、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと更新ですね。コメントはもうそうですよ、ほんと。あ、埼玉は雨寒いですって。23度え、ずっと雨らしいですね、関東。そうなんですか。何日間ですか。またね、台風とかもあれからね、すごかったみたいだからね。さすが。エアコンも扇風機もなしで過ごせますって、いいですね、本当。暑いですもん。暑いですよ。だって沖縄は暑すぎて、なんか公園の鯉とか魚がめっちゃ死んでたから、なんかもうね、生きられ、もう今年がすごいんでしたっけ、夏的に。うん、今年が暑いの。暑いから。暑すぎて、水温が上がりすぎて。すごいみたいですよ、本当。全然コメントが見られない。携帯で見ました。すごい、さすがコミュニティラジオ、リスナー親近感って。ビーチに遊びに来てた人ですね。ターガシージャカリクエストされました。これ2009年のこれは本当ですよ。古いけどまた古いけど、この PV のさ、うん、前の方に出てる人たちこれはあの北原理恵ちゃんが誕生日の時に発売されてるんですよ、これは。へ、そうなんです。さすが。
踊っております。この歌本当に好きなんですけど、いい曲、楽しい、よりサザンブリーズをお届けしております。はい、はい、ではこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、お天気言います。はい、今日16日はい、西の風晴れておりますね。そして波が 1.5 メートル後1メートルになっております。降水確率が12時から18時が 20%、 18時から24時が 10% になっておりますね。で、気温がですね、日中の最高が34度となっております、はい、暑い、暑いです。そして明日17日、はい、南西の風晴れ、はい、で波が1メートルになっております。降水確率が全部 10% になっております。はい、そして気温が朝の最低気温が29度で、日中の最高が34度となっております。そして沖縄本島地方は太平洋高気圧に覆われて晴れています。はい、はい、34度なんでね、熱中症にお気をつけください。はい、はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずはじめに沖縄自動車道からお伝えします。沖縄自動車道、現在渋滞や事故など特にございません。スムーズに流れているようです。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。宜野湾市内、現在、国道58号線伊佐交差点付近で短い渋滞が発生しております。あと、つけらん交差点ライカムに向けて、こちらが長い渋滞が発生しております。通行される際はお気をつけください。その他のところはスムーズに流れているようです。はい、はい、以上、天気と道路交通情報をお伝えしました。さあ、 CM の後もまだまだお誕生日スペシャルありますよ。続きます。さすがすごいで終わってます。え？あ、さすが。ガッツポーズ。今日は簡単だった。今日は簡単だったから。簡単すぎた。ね、やっぱり、もうね、誕生日で噛むっていうのはちょっとね、ダメだなと思ったんですけど、ガッツポーズ出ましたけども。誕生日の方教えてくださいね。でも8月生まれ多いです、自分の周り。8月生まれ多いと思う。めっちゃ多くて、うん、そう、 いると思うんですよね、絶対。8月生まれの方教えてください。友達でもいいんですよ。でも8月なんか来ません、うん、この日なんだろう、なんか何なんか友達聞いたんですよね。この 8月なんだっけ、子供生まれるって12ヶ月ぐらいですよね。はい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 。それをなんか10ヶ月マイナス、うん、なんか計算したら、うん、なんかあ、こんな季節にやる人が多いんだなみたいな統計が分かる。6月生まれが異常に多いっていう。あ、そうなんですか。6月だったらいつだろう。ちょうど10ヶ月じゃないんだよね、逆算しても。あ、そっか。そう、なんか数え方って難しい、ね、難しいですね、確かに。そっか。いや、早いよ、ほんと。もすごい、あっという間。時刻は午後5時13分になったところです。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。
今日は誕生日スペシャルということで、はい、皆さんぜひ誕生日が近い方メッセージメールくださいね。お待ちしてま す, てます、はい、一緒にお祝いしちゃいましょう、はいね、友達がもうすぐ誕生日とかでも大丈夫ですよ、うん、8月ってね、はい、夏休みだから、はい、祝ってもらえないんですよね。そうなんですよ。だから自分もう本当にあ職場でもカレンダーとかにはもう8月14日誕生日だよって自分も書いてるんで。書いてるんや。書いてます。でも今日何の日か分かるって言って、今日何の日でって言ってみんなに言ってて、いや分かんない分かんないって言って、いやもう今日自分誕生日だからって出張しすぎて自分、いや別にいらないよ、プレゼントはいらないよ別に、もうおめでとうって言ってほしいだけだから自分はみたいな、もうみんなに言って、もう職場でも言って、うん、で、あのちょっと今稽古場の人たちにも、うんうんうん、あの14日誕生日だからボソって言ったりね、あのしてますけども。14日は、はい、稽古はなかったの？はなかったんですよ。あ、ね、あったんですよ。あった、あったけど自分は行けなかったんですよ、仕事で。あ、仕事やった。そうなんですよ。そう、8月前の人はね、夏休みなんで、うん、小学校中学校の時は友達に会えないんでね。そうなんですよ。お盆なんで。そう、またね。そうですよ。もう誕生日会なんかできなかったんですよ。できなかったよ。だからもう小学校みんなでも牛乳とか飲んでさ、おめでとう誕生日みたいな。できなかったからな。なかったからね。なかったよ、8月まで本当に。ね。もうかわいそうよ本当。だからもう大人になって自己主張ね。本当よ。やろうよって。やらないと。もうこれは。自分からやっていこう。自分からやらないとってなりました、これは。そうですよ。そうなんです。ね、今日は誕生日企画でお届けしております。はい。さあ、ここからはプレゼント交換を、はい。わあ。わあ、この年になって。わあ、嬉しい。どっちからする？あ、さっき早く。じゃあ自分から。はい、しますよ。やったー。自分もう本当悩みました。うん、何でしょうか。これはせいやくんが家族会議で選んでくれたという。そうなんです、家族会議をしましたはい、でめぐさんにあげたいプレゼントがこちらです。じゃーん、じゃーん、どうでしょう。これはこちらです。はい、これは何ですか？これは、うん、サボテン。サボテンの、はい、なんかこの飼育セットみたいな。そう、やっぱサボテンってね、生きてますから、うん、あの、プライバシー、あ、違う、なんだっけ、何プライバシー、なんだっけ、あ、テレパシーテレパシープライバシーってなんだよテレパシーを送るとやっぱりね、成長しますサボテンは。で、それをね、ちょっとメグさんにはあの、これが自分だと思って、あの、育ててくれたらなぁと思っておりますね、これは。プライバシーはい、あの、隣にあの、ちょっとあの、ね、あの、あのウニみたいな、あの、天使さんがいますけども。天使が。はい、本当はクラゲ買おうと思ったんです。クラゲとか買えんの？あの、あれ光合成して、うん、あの成長するクラゲわかります？ちっちゃいクラゲがいて、知らない、めっちゃ可愛くて、それ買おうと思ったんですけど、うん、クラゲはないって言われて、さすがにえ、でも絶対クラゲやばい、ほんと可愛いわけ、クラゲ、めっちゃクラゲさ、うん、暑いとこで大丈夫？あ、このクラゲ大丈夫なんですよ。もうこんな日光当てるだけで、うん、もう OK、 光合成して、うん、あの成長はしないんですけど、あの大きくならないからまたちっちゃくて可愛いんですよ。それもいいかも。そう、めっちゃもう癒しなんですよね、うん、なんかあるじゃないですか、なんか日光に当てて顔がゆら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 みたいな、はい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 、あんな感じです。本当に夜は動かない、あまりクラゲ日光当たらないから。え、そんなんあるんや。面白いんですよ、また。え、面白い。そう、じゃあ来年それで来年それで、わかりましたということで、育てる系、あ、嬉しい。はい、育てる系、はい、見てちょっとかわいいって感じになりました。やっぱりね、女性のプレゼントってやっぱり難しいですよね。いや、女性のプレゼントは簡単よ。え、だってなんかさ、カバンとかってあるじゃないですか、またカバンとかってと絶対もう好き嫌いとかもあるじゃないですか、ね、女の人は、まあね、そう、色とかもさ、うん、自分はあちこちも行きました、ドンキーも行って。そう、天使ちゃんもついて、はい、ウニみたいな、はい、ウニみたいな天使ちゃんもいますので、ぜひぜひサボテン、はい、ございます。可愛がってください。いや、男性のプレゼントの方がね、はい、悩むんですよ。
まあまあ確かにそうかもしれない。だってさ、うん、父の日さ、お父さんに何あげようってめっちゃ悩むやん。はい、悩みますね、確かに、うん。なんか女性は多いから、あ、悩む、自分逆に多かったから。あ、そっか。うん、浮かばな、なんか男の人確か浮かばないかもね。うん、男の人難しいと思ったので、はい、ちょっとリスナーさんにツイッターでアンケートしました。お、あれですね。はい、はい、実はアンケートを取っておりまして、はい、はい、1番から4番まで。はい、1番、普段使いできるカラマツグッズ。最高かな。カラマツ好きなんでね。好きなんですよ、カラマツ。もうそもそも超好きで、カラマツ、はい、好きなんで。最高かな。それから美肌の青いマスク。あ、もう最高ですね。青いマスク、はい、青いマスク言ってたんでね。そうなんです。青いマスクと、はい、あと美肌になるやつ。はい。わあ、いいですね。それもいいかなとか思ってて。はい。三つ目。はい、芸能人は歯が命、超歯磨き粉。へ、ね、えー。せいやくん、こないだ、歯医者さん行って。そうなんですよ。そうなんですよ。前歯黄ばんでて、じゃあ本当に、あの、なんか、前歯ちょっとよろしくお願いしますって言って見たらもう黄ばんでて、あ、喧嘩かなと思って。喧嘩かなって。なんで黄ばんで帰ってくるの？もう本当よ、本当に。前歯保険かからないんだぞ、みたいな。高いんだぞ、みたいな。それ。うん。だから、ちょっとこれも嬉しいですね。ちょっとね、うん、歯磨き粉もいいかなーって思って。うん、嬉しい。それから4番目、はい、小学生からの漢字取り。漢字ドリルね。漢字読めないんで。そうなんですよ、本当漢字が全然読めなくて、多分あそこにいるね、あの子供たちよりも全然読めないと思うので。全然読めないよ。そうなんです。だから小学生から始めた方がいいかなと思って。なるほどね。で、このやつでアンケートを取りました。取りました。はい。なんだろう。そうすると、なんと、はい、ダントツ、はい、1位でカラマツかな、これもしかしたら。こちらでございました。なになに、小学え、すみますね。はい。え、でも嬉しいんですけど、ポケモン、ほら、小学校1年生国語小1で習う80字の漢字の漢もひらがなですけど、漢字を全部覚えて文章題にも挑戦しようって書かれてますけども、でもう一つがうんこ漢字という、これ流行ってますよね、流行りの、これ、覚えやすい、独立、あ、ちょ、独立じゃない、自動、これ読めてないから、もうすでに漢字が読めてます。独自、独自の順序、見やすい書き方の順序ということですけども、うんこ、皆さん見てください、はい。流行ってるからね、これ流行ってますよね、本当に。そう、最近流行りの、これしかも新学習指導用順対応って書いてます。なんかやめてる。みんなで、あの、ほら今うんこのね、勉強しようよ、一緒にね、そのブルーマンたち、そこの、うん、うん、みんな逃げていくけどね。ダントツでこのね、漢字ドリルだったので、すごい。ポケモンにしてポケモンも一応嬉しいんですよ、めっちゃ。これ嬉しいよね、もらってね。嬉しいよね、もうイエーイって言ってるから。ほら、嬉しいよね、これね。これね、もう最新の。ね、もうこの文字、うんこうんこしてますよね。ほんと、ありがとうございますね。もう、でうんこうんこみたいなね、ほんとにね。これちょっと例題を見てみよう。例題。例題を見てみよう。あ、すごいうんこがいっぱい。え、スタンドマンが、父の会社に急いでうんこを届ける。はぁ、棚の上にうんこに手が届きそうだ。スタンドマンが目が閉じてうんこのプリン入って、あ、全部うんこのあれになってるんですか、これ。うん、それで漢字を覚えるっていうね。すごいですね、これ。コメント入ってますよ。チワワさん、うちの子もやってます。うんこ漢字ドリルやってますか。やってますか、チワワさん。はぁ、でもこういうのがね、あると、でも、確かに自分、あの、中学校の時に、こういう AKB のこの漢字ドリルみたいなのあったんですよ、こういうのが。はいはいはい。買いましたし、やりましたし、やっぱり。で、今回こういうポケモン、あ、こういうことだ。ポケモンがあると、やっぱり、ね、頑張れるかもしれない、自分これ。うわー、これ嬉しい。漢字覚えて、台本もちゃんと読めるよ。そうですね、ね、本当、台本も。そうね、もうこれはね、私からというか、もうリスナーの皆さんからのプレゼントですね。そうですね、本当ですよね。うわ、めっちゃ可愛い、可愛いですね、めっちゃ。途中で
このポケモンの名前とかで覚えたりするの。そうそう、ワニの子とかいっぱい、もう可愛いです、ほんと見えるから。そうそう、こんな感じに、あ、こんなかな、可愛いです、ほんとポケモンの。いや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 、もうポケモン勢としては嬉しいです、これ本当に。はい、嬉しいな、これ。プレゼント交換でした。はい、はい、私も大事に育てます。はい、もうぜひぜひ、サボテンと感じ、感じ、はい、ドリルでした。ありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございました。ということで、ここで2曲目いきましょう。2曲目は、木山商店で誕生日がやってきた。ポケモン。そうそうそう。そうなんですよ。めっちゃ可愛い。しかもシールある。シールある。え、これシールもある。しかも漢字も全部シールだよ、これ。すごい。え、かわいい。え、ちょっと興奮してますよ、これは。興奮してます。シールに興奮しちゃったよ、これ。ブリムさんね、愛を感じるねって。せんとこ、いつまでも愛すべきバカでは。ほんとに、アブマさんに。お疲れ。ケンちゃん、鉢植えもらいました、鉢植え。初夢。あ、11月、はい、ぜひ。11月何日ですか。11月ですか。一本間違えた。そう、そうね、8月生まれね。あ、さっきのリクエスト何だったっけ。何だっけ、先生のリクエスト何て言ったっけ。え、し、何だっけ、何だっけ。シージャー、シージャーじゃない、何だっけ。シージャー、え、何だっけな、何て言ってたっけ。ちょっと長かったから覚えてない。なんだっけな。深井さん、かんね、ありがとうございます。駄菓子じゃ、違う、駄菓子、駄菓子じゃ。曲があるの。曲があるみたい。すごい知ってるね、シュプリームさん。シュプリームさんが、誕生日おめでとうございますって自分にさ、個人で来てくれて、本当嬉しかった。え、個人で？はい。嬉しい、それ。もう嬉しい。このね、ありがとうございます。ラジオからつながって。本当ですよ、もう。今日ってこの後ありましたっけ、こっちで放送って。うん、ないですよね。うん、なんでこっちではない、ないですよね。なんか自分この、この東さんが言ってたんですよ。この子のことかな。昨日じゃない、昨日、あ、一昨日か。昨日、ゆうこちゃんとか出てたよ。あ、そうなんですか。うん、あ、昨日のことか。昨日のこと。あ、そうなんだ。そういうことじゃない。あー、そういうことか。 G メールまた。この日だと思ってた。今日じゃなくて。あ、そうなんだ。あ、そういうことか。うわー、昨日普通に仕事だったな。
FM 木の湾からサザンブリーズをお届けしております。はい、今日は誕生日スペシャルということで、誕生日の方、はい、いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？8月の方いらっしゃいますか？メールメッセージ来てないかな？今のところ来てないかな？意外と8月、いや、いっぱいいるけどね。いるよ、いっぱい8月、うん、いるよ、千徳の周りいっぱいいるもんだって。千徳の周りはめっちゃいますね、8月。誰がいる？なんか芸能人ではさ、あまりなんか、うん、います？芸能人いないかな。芸能人で8月19日で誕生日います？芸能人で深川亮深川亮ね。いや、8月14あんまりなんか昔の人しかいなかったです、自分。昭和のなんか全然、うん、平成の人でいなかった、あまり。あ、そうなんや。そう、残念。同じ誕生日の人はいなかった。なんかいなくて。そうなんだ。ツイキャスの方コメントね、はい、いろいろとねいただいてますが、大塚健二さん、さっきのねプレゼントなんですけども、はいはい、歯磨き後のマウスウォッシュすると黄ばみ抑えられるし、歯茎もしっかりされますよじゃあなんかさじゃあなんでかなと思って、なんかさ、しかもその歯が黄ばんでたところ触ったまでもゴムみたいな、なんかゴムみたいな、ゴム質みたいな、おかしかったんですよ、あの時。本当にもうまた歯医者ってすぐ今度直してもらったんですけど、いいアドバイスですよね。で、クラゲね、来年クラゲ決定ですねって。そう、ぜひお願いします。いるんですよ、ちっちゃいやつが可愛いんです。また可愛い、絶対いいと思うね。それからシュプリームさんもコメント、愛を感じるね、セント君いつまでも愛すべきバカでおらなきゃねっていうことですはい、本当ですよ。漢字は覚えますけど、はい、小学校1年生国語なんで、はい、多分きついですよ。まだまだきついですよ、うん、険しい道ですよ、本当。険しい道のそっからですでね、さっきあのビーチなんで、はい、ビーチで遊んでる方ね。そうですね、はい、リクエストをいただいてましたけど ね、ターガシージャガ、ターガシージャカ、ターガシージャカ、はい、ターガシージャカとね、さっき来てましたけども、フリック先生の名曲。自分たち知らないんですけど。わからんかった。ターガシージャカってどういうこと？シージャーは多分先輩って意味でしょ、多分、うん。誰が先輩かってこと？誰が先輩かってこと？でもね、多分これ誰が先輩かって言ってるんですよ、これ多分。違うのかな？教えてくれ、誰か。それから、マヨさん。あ、知らせから聞いてます。マヨです。お誕生日なんですか？おめでとうございます。ありがとうございます。あの噂に聞いております。このマヨかな、はい、アイコンが。あの歌がうまい。あのマヨかな、月曜日担当。人ですよね、マヨさんって言ったら。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうそうなんですよ。はい。皆さん、8月のお誕生日の方、教えてくださいね。そう、なんか自分がそういえば21の誕生日って言ったのに、え、21なんですかって言われて、え、もっと上って見られた。そう、もうツバ飛ばすよと思いながら、すぐこの人に本当にびっくりした。本当に老けて見える。27か28だと思いましたって。いや、裏行くか裏行くかって。本当ですよ、裏行くかって思いましたもん、本当に本当にめっちゃびっくりした。ふと自分、ありがとうございます、マヨさん、本当にありがとうございます。携帯、あ、ありがとうございます。はい、友達のね、私の友達の、はい、美穂ちゃんももうすぐ誕生日です。あ、大阪の、大阪の、はい、大阪の美穂ちゃんも誕生日で、あと、いっちゃんもかな、いっちゃん、はい、いっちゃんも誕生日、誕生日らしいですよ。はい、でした。ということで、はい、はい、実は今日ですね、はい、なんと用意してきました。はい、なんと、ちょっとつないどいてください。実は、はい、皆さん、なんと赤と白の水玉みたいな
あのちょこちょこいちごがあるボックスが今出てきましたけども、はい、あの実況が出たかね、あの朝日屋さんありがとうございますね、本当にね、はい、あ実はケーキを、ケーキですよ、ケーキ、じゃじゃーん、わー、一緒にこれちょっとお祝いをしようと思いまして、ケーキ、じゃーん、誕生日おめでとう、わー、ケーキ、ショートケーキです、いいですね、かわいいですよこれ、じゃーん、見えるかな、ろうそくも、まゆまさんがかわいいって見えてますか、みなさん見えてますかこれ、いちごのケーキですよ、よいしょ、ね、そう、ケーキ持ってきたんですよ、こちらです、こちら、これ持ったらちょっと、はい、見えるかな、見えますか、こちら、はい、見えますか、ケーキを持ってきました、今日誕生日なんで、はい、そしてちゃんと火も持ってきたんで、おー、ちゃっかりしてる、はい、今ロックかけました、うん、外した、お、お、イエーイ、火がつきましたよ、皆さん見えますかね、じゃあ8月生まれの皆さんも、はい、皆さんもね、一緒に、はい、じゃあせーの、のHappy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear セイト君、メグ、8月生まれの皆さん、Happy birthday to you、 せーの、バーまさかスタジオで、本当に、だい、あ、これ煙感知なれません、大丈夫ですか、大丈夫ですか、嬉しい、ありがとうございます、お誕生日、皆さんね、本当にもう、やっぱ大人でもさ、やっぱりこんなって やるとね、嬉しいよ ね、普通に嬉しいよね、本当に、誕生日当日はケーキ食べた、食べました、一個、みんな家族で、あの、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、どういうこと、一人で食べてました、一人で食べてる、悲しい、はい、悲しいよ、本当にちゃんとさ、ろうそくも火もつけて、うん、そのツイッター載せてさ、うん、だからなんか今、あ、パチパチ、わー、ありがとうございます、ありがとうございます、わー、ケーキもありがとうございます、パチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます、今日は ね、一緒に食べましょう、そうですね、後ほど、ありがとうございます、ちゃんとコーラボックスに入れてたので、すごい、サテライトスタジオでも大丈夫です、すごいですね、ね、本当にちゃっかりしてますね、はい、皆さんもおめでとうございます、はい、はい、ということで、さっきね、大塚健二さんから、はい、リクエストをいただいていた曲を、はい、カンのハッピーバースデーをお届けしましょう、はい、いちごのケーキ、すごい、すごいすごい、写真撮っとく、これも撮っときましょう、マヨさんからもリクエスト来てますけど、あー、ほんとだ、ありがとう、クソミリア、セイト君、メイグにあーしてあげて、男をあげら、あげらあかんよって、二人してるチャッカマンですね、あ、なるほどね、後でいただきます、いただきます、わ、すごい、すごい、なんかお誕生日ブースになってる、ほんと、
ケーキも可愛いし、マヨさんからケーキも可愛いし、やることも女の子らしくて可愛いですね。いやー、ありがとう。素敵な一年になりますようにって。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。本当に。うん。いや、嬉しいですよ。ここ延長になってた。あ、なってたみたいですね。コインあったんだ。自分も昨日は、あの、もう普天間で、あちこち回りまして、お店を3軒ほど。どういうこと？飲み屋ですね。うん。あちこち回って、お誕生おめでとう、おめでとう、って。はい、自分のなんか舞台の宣伝もしたりとかしてましたね、はいはいはい、昨日は。もう2時まで。誰と行ったん？親と行きました、お父さんと。お父さんね。でも、一緒に。お父さんいつも連れてってくれたね。そうなんです。なんか息子でさ、一緒に酒、うん、あ、飲めるのすごいいいねってもめっちゃ言われてて、え、飲めた？弱いやん。弱いんですけど。そう。いや、別のビール飲んでましたよ、自分。ガブガブ。あ、飲めた？ガブガブ飲んでました。大丈夫？なんかもう周りがみんなも歌うんですよ。もう、あ、君も歌って、君も歌ってみたいな。でも自分はもうブルーライト横浜を歌って、さすが。歌いまして、もうわーみたいな。感じで、もう本当にそこがね、沖縄のいいところで、もう知らないのにもうみんなと、みんなと仲良く一緒に踊って歌って、そう、最高だね。最高でしたもん、本当。そうそう、だってね、あのおじ、おじじゃない、あのおじさんおばさんたちのところで AKB なんて歌えませんよ、自分は。会いたかった、歌いたいけど、歌えない。ね。わかんないから、ちょっとそういうわかる曲がいいなと思って、そういう夏メロですか、覚えてはいるんですけども。はい、もう好きですね、あの歌。画面これいいよね。ケーキってこういう時に使うんだ。そうですね。これいいですね。ケーキまたね、ポイント高いのに。あとみんなのハッピーセレブレーション、はい、ねえ、誕生日の時に歌ってくれたの、いいですね、素敵。そう、8月の誕生日、夏休み中で友達に祝ってもらえないパターン、そうよ、それです、それです、からのリクエストで、カンのハッピーバースデーでした、はい、これもいい曲でしたね、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。さて、今日ね、誕生日で、はい、で、さっきね、せやくん、あの、お父さんにね、はい、いろいろ連れてってもらった、そうなんですよ、あの、昨日ですね、あの、普天間の方で、うん、もうあちこち3軒ほどお店を飲みまして、うん、もうね、やっぱりもうみんなから見たら、もう息子とね、お父さんがこの後飲みに行けてるってすごいいいことだよねって、もうめっちゃ言われてて。そう。でも、やっぱりね、あの、顔が全然違うんで、もう周りに、え、本当に息子？みたいな。息子じゃないでしょってめっちゃ言われるぐらいなんですけど。あんまり似てないの？あんまり似てなくて、微妙に血は入ってるんですけど。そうそうそう。手を振ってありがとうございます。そうなんですよ。で、あの、そうね、まあ、そういう、あの、おばさんとかおじさんばっかだから、あの、スナックなんですけども、普天間って。そこで、もう僕も一曲、ブルーライズ横浜を歌わせていただきましたけども。はい。ね、もう、楽しかったですよ、本当に。だってね。21歳になりましたけども。21歳ですよ、もう。はい、21歳の抱負は。そうですね、ちょっと。20歳があまり覚えてなくて、
あっという間過ぎて、うん、本当にそれが、ね、はい、うん、だから21はなんか一日一日を大切にして、うん、そのなんかなんだろう、非日常的なことがあったらいいなと思っていますけど、うん、これ面白いことっていうのかな、うん、なんかもう起きて仕事行ってみたいな毎日そんな感じかもしれませんけども、大人ってやっぱり、うん、自分も趣味は多いので、もう少し趣味を、ね、趣味とかを生かしていきたいなって思いましたね、ちょっと21歳は、うん、はい、僕は多分もっとキャラを出していっていいと思う。あー、キャラをですか、うん、そう、めっちゃ言われたんですよ、あのスナックのおじさんたちにも、いやもう君は大丈夫だからアピールした方がいいって言ってはい、前で歌って前で歌ってってもうずっと言われてて確かにそうですねって言ってもあの歌いたいんですけどなんかねーみたいなまだあったからやっぱり AKB 歌った方がいい会いたかった、歌いたかった、本当にもうそう踊れるし自分本当にそこをね、ミュージカルの面接になって言ったんだったミュージカルでは、うん、あの AKB とかはもう本当にもう任せてくださいと踊れますので踊れます、フォーチュンクッキーヘビーローテンション会いたかったら全部踊れますからってバク転とかできませんけどって言って、できませんけど、そうそう、あのヘビーローテンションなら任せてくださいって言って、そうそうそう、やっと動画良かったかな、そうですね、ほんと、あ、ケンジさんからね、はい、コメントいただいて、もう少し経験して年を重ねたら、はい、誕生日、みんながあなたを祝う日、うん、あなたは母を祝う日になりますようにと言っておりますけども、うん、はい、いいことですね、ありがとうございます。シュプリムさん、自分は親父と折り合いが悪く、うん、酒を酌み交わしたことが一度もなく、7年前に癌で亡くなったから、うんうん、お父さんと飲み歩いた千斗くんが羨ましいなって。あ、そうなよ、今なんか今のうちにできることってたくさんある、なんかあまり少ないらしいです、やっぱりそういう息子とさ、なんか飲むって機会が、うん、こんないちいちで、いや、息子と飲むってあんまないんじゃない？ないみたいですよ、本当に。私はお父さんとよく飲みに行ってましたけど。あー、なんかもうめっちゃもう周りからもう本当に、うん、これいいことだからって、本当にそれ見せた方がいいよって言われました。うん、うん、そうだよ、そうそうそう、でも、ね、うちのお父さんも一緒に飲みに行ったら、はい、もうすごいあの周りのお客さんとかに一番するの、はい、これのうちの息子娘いいじゃないですか。でも鼻が高いですね、お父さんもね。言われるのが嬉しいですよね。あ、そうね、確かに。うん。本当ね、そうそうそう、お父さんも元気なうちにいっぱいね。うん、だからお父さんには一応保険を入っとけと言ってます、先にも。やっぱもう自分長男なので、はいはいはい、あのもうやっぱ見ないといけないっていうのがあるし、うん、自分のお父さんもちょっとあのあまりあのね、千斗くん自身のねあのバカチンなので。あ、だから保険とかは入っといてって自分言ってる、入っとけよって、うん、言ってます、自分ももうそ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 う、ね、ね、うん、そうそう、保険をおすすめしなきゃいけないので、そろそろもうね、いつもさ、お父さん迎えに来てくれるじゃん、はい、それからお母さんもね、ラジオ聞いてくれたりとかして、そうなんですよ、ね、両親にぜひ、そうですね、はい、21歳になったメッセージを、もう本当にね、ちょっとここまでね、うん、育てるってことは本当すごいことだし、うん、しかも全員年頃なんですよ、自分たち、うんうんうん、で3回連続修学旅行とか卒業式入学式とかもあったから、もう制服もみんなバラバラだし、うん、もうね本当に大変だったと思うんですけども、うん、もう今度はね自分たちが、うん、あのいい保険探して保険の話ね、あのこれからちょっとね楽しんでもらえたらなと思ってますけども、本当にね、はい、ありがとうございます、本当にね今までね、いや、ね、もう本当にもう育ててくださりね、ありがとうございます、はい、うん、はい、って感じですそんな感じで、はい、私はね今年の、はい、新しい年の抱負は、はい、もっと、はい、人のためになることをやっていきたいなと思っております。はいはいはい。はい、なんか自分が楽しいだけじゃなくて、なんか人にもっとなんだろう、勇気とか愛とかを与えられることをもうそろそろたくさんやっていこうかなと思っております。そうですね。いろんな人に ね、恩返しをしながら、そんな一年に
したいかなと思います。いいですね、またそれからね、はい、はい、サザンブリーズはねもう半年ぐらい経つので、そうですよ、はい、早いよ、もう半年だって、だって初め来た時も自分なんかまだ出してなかったと思う、こういうのは自分はあまりね、まだねまだ出してなかった、そう、うん、初めてゲストで来た時は、うん、まだそんなに出してなかった、出してなかったし、カフェとかは出てなかったです。そうそう、最初はもうカミカミでしたよ本当に今もカミカミもうね、本当に天候読めないし、もうなんか南南西とかさ行ってて、天気読めないだけでガッツポーズみたいな、そうそうそう懐かしいですね本当もまずね、このねフェント君のキャラをねもっと引き出して、いい番組にしていきたいと思います。していきたいですね、本当ね、もう、はい、ありがとうございます本当に。ということで、先ほどマヨからリクエストをいただきました、はい、加藤美優さんで、はい、ハッピーセレブレーションです。ナイスですね。20回目の誕生日やった。そっか、この歌ですか、うん、マヨさんがキャーってキャーコトさん、あーコト、お二人ともお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。本当にクラッカーありがとうございます。ありがとうございます。クラッカーも。ありがとうございます。本当にね。もうね、友達にも言われたんですよ。もう本当に、うん、もう泣けるようなこと言われて。何？もうなんだろう。このあの親友がいるんですけど、うん、その親友が後輩なんですけど自分の、うん、一つ自分の下で女の子なんですけど、うん、自分たちなんかそういうの飲み会もして、うん、でなんかお泊まりとかもしてて、うん、もう一切そうなかったんですよ自分たちは、うん、もう友達と思ってたからずっと、うんうん、でこんなもういろいろ相談とかもして、うん、でなんか自分が東京行ってる時とかも、うん、なんか大丈夫とか、うん、なんかいろんな話を してたんですよ、お互いね、でなんかお互いなんかお互い頑張ろうねっていうことを常に意識してて、うん、頑張ってねはなんか他人事だから、うん、あまり使いたくないって話をしてたんですよ自分たち二人で、でも自分が東京行くときになんかもう泣いてってその後輩が、そうだからお互い頑張ろうってもまた行って自分も旅立ったんですけど、うんうん、もう誕生日の日になんかもうなんかセイント君が楽しんでるときは自分も楽しむし、うん、悲しいときは自分も悲しんでしまうって、うん、なんか同じ気持ちになってしまうって言ったから、もうそれが親友だなと思って自分も、本当になんか自分も確かにその後輩がなんかもう落ち込むというか自分も落ち込むし、うん、同じ気持ちになっちゃうんですよ本当に、うん、そうなんかもうそうなんか男と女ってやっぱりねこれ以上すごい仲なるとなんか付き合いとかなるじゃないですか、なんか下手したら、でもそれはなくて自分たちはもうすごいそういう関係もあると思う、そう、うん、本当になんかこれが今一番ベストな、なんか関係、うん、だから自分たちはすごいもう感動しちゃって、うん、こんなって思ってくれる人いるんだと思うと、そう、そうそうそう、心の友だね、ゆうすけさんもありがとうございます、お誕生日おめでとうございますということでありがとうございます、本当にもうそろそろ時間が来た、じゃあこれをバックに、はい、加藤美優さんのハッピーセレブレーションをお届けしております、はいはい、この曲はね、まよちゃんが友達に誕生日の時に歌ってもらったっていう曲だったんです、はい、すごいいい曲ですね、いい曲ですね、本当2回目の誕生日って言ってましたさっき、いい曲、ありがとうございます、はい、さあそろそろお時間が近づいてきましたが、はい、はい、お知らせを、はい、はい、僕からありますので、はい、皆さんね、あの9月のまたあの2日3日沖縄ではちょっとお盆の日になっちゃうんですけども、うん、はい、あの
舞台の方がありますの で, ま, すでまだまだねチケットはいっぱいありますので、これはもうそうですね、できればセント君の方でチケットを持ってるんですけど、はい、日曜日土日にあって、あ、はい、いいですか、ありがとうございま す, います、土曜日がですね7時からですね、はい、で日曜日が1時と5時の、はい、公演が2回ありますので、ぜひぜひね、沖縄市の、衝撃場、はい、アシビナの方にあります、はい、はい、があります。でちょっとね、あの当日が3500円なので、やっぱりちょっとね、うん、高いじゃないですか500円は、う、ね、うん、だからあの前売りが僕たちは3000なので、ぜひぜひね、うん、声かけて くださると嬉しいでございます。はい、はい、ぜひぜひ皆さん見てきてください。本当にね、はい、アイドルもいますし、声優さんもいますし、タレントさんもいますし、はい、そうなんです、来てください、ぜひぜひ。 FM ギノワンもすごい関わりがありまして、そういっぱいいますので、ね、演出をされていらっしゃる東さんはサザンブリーズ火曜日の担当で、はい、それからダブル主演のゆうこちゃん、そうですね、ゆうこちゃんはギノガルフ、はい、火曜日の番組をされてます、はい、それから木曜日の、はい、糸数ぐらいですか、ああ違う、金曜日でしたっけ、ひとみ、あ、ひとみさん、はい、ひとみも、びっくりラジオのひとみも出ております、はい、それから、金曜日の糸数くんも、はい、くん同級生です、僕とスタイルの糸数くんも出てます、出てます、ぜひぜひ、いっぱいなのでぜひ、はい、遊びにね、もう見に来てください、はい、本当にもう、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、もうそろそろしまいました。そうですね、早かった、はい、ね、ね、もうまたいっぱい来てくれてるさんも、皆さん誕生日ありがとうございます、ありがとうございます、ね、バスの日もありがとうね、浴衣放送でした、はい、はい、ありがとうございます、頑張ってね、選択のコメントいただいてます、大好きさん、ありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、ということで今日はサザンブリーズお誕生日スペシャルでした。それでは今日水曜日の担当は FM ギノワのメグとセントでした。ではまた来週、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大塚健二さんもまた11月にお祝いしましょうね。11月にね。はい。ありがとう、マシュマロ君もね。大塚さんもありがとうございます。本当ありがとうございます。浴衣放送。浴衣でした。